い、こんばんは。須賀川からお伝えしています。午後5時過ぎに一部雨降りましたけれども、今は雨降っていません。さて、私は今日今月3日にオープンしたばかりのゼーログリーンカフェに来ています。通常午後6時までの営業なんですが、お店にご協力いただきまして開けていただいております。店内入るとなんかもうおしゃれだなといった雰囲気伝わっているかと思いますが、木を基調とした温かな空間となっているんですよ。おしゃれですよね。80席こちらには用意されているんですね。そしてスロープだったりペットと一緒に過ごせる場所もあって、皆さんに快適に過ごしてほしいというお店を目指しているそうです。さて、最大の特徴というのがカフェのある場所なんですね。そのジェードグリーンカフェがあるというのが緑ヶ丘公園です。こちらのカフェ、県内では初めてとなる公募設置管理制度を利用してオープンしたお店なんです。この制度では市が管理する公園に民間企業が運営する施設が入ります。そこで生まれた利益は公園の整備に生かされるという仕組みなんですね。市としては公園を活性化できる、民間企業はビジネスチャンスの拡大、利用者は公園の利便性が増すなど、3社それぞれにメリットがあるんです。たくさん反響をいただいております。小さいお子様連れのご家族からご年配、ワンちゃん連れの方まで来てくださり、憩いの場として利用されているのかなと思います。来年の春には温泉施設もオープンさせるということで、注目が一層高まりそうなんですよ。お散歩しながらすごい楽しめて、ゆっくりできる場所ができてとても良かったと思います。建物もすごい広々としていて、開放感のあるすごい素敵なカフェだなって思います。さて、店名のジェードグリーンとは翡翠を意味しているんです。この漢字は為替みとも読めるのですが、須賀川の市の鳥である為替みと緑ヶ丘公園の名前にちなんで名付けたということなんです。メニューも、ね、盛りだくさんなんです。ドリンクメニューも含めて50種類以上から選べますよ。店内ではフランスやイタリア料理のシェフを務めた料理人が作る絶品ピザも味わえるということで、今回は一番人気だというビスマルクピザ用意していただきました。いいですね、美味しそう。いただきたいと思います。色もいい。美味しそうでしょ、うん、じゃあいただきます。いただきます。ちょうどお腹すく時間です ね、 ね、うんうん、どうですか、うん、生地がもちもちで、うん、美味しい。それぞれの具材のハーモニーがとっても美味しいです、はい、さて、こちらには須賀川さんの米粉を使ったチーズケーキですとか、スコーンにお子さんに人気だというミルクセーキもあるんですね。いいですね。さて、ここで担当者の TT 鈴木さんにお越しいただきました。はい、元気ゆき TT 鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。さて、お店どうしてこちらにオープンさせたか改めて教えてください。はい、ここ緑ヶ丘公園は中心市街地にございまして、たくさんのお客様に、愛される公園でございますので、ぜひですねこの公園に建てて観光スポットということで、こうカフェをオープンさせていただきました。はい、本当に日中からたくさんのお客さん来ていらっしゃったんですけれども、はい、どんなお店目指したいですとか、どんな方に来ていただきたいですか。はい、そうですね、やはり小さいお子さんからお年寄りまでですね、これからクリスマスの時期でもございますので、ぜひ皆さんご家族連れでお越しいただければと思います。はい、本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。こちらのお店は午前7時から午後6時まで、定休日は月曜日となっています。以上、郡山発瞬間ライブでした。ありがティティ。